ちは。この配信は、まあなんか最近ノルマができたのでショールームのその配信です。さっきのは公演前の配信で、これは週に1回配信しないとダメな配信。あん、ほんまにツアー前日やで、こんな公演っていつもしてたん？もう体力が、休みたいよね。一回、一日だけでいいかな。ちょっとあの、お休みしたい。そうやで、もうみんなギリギリステージに立ちます。なんかブレイクを流れてる。久しぶりに終わった。ね、しかも明日配信がないっていうので、でもほんまにもったいないよ。明日が個人的には一番好きな瀬戸里です。一番、まあ、全部楽しみやけど楽しみ。頭も回らへん、ぼっとしちゃう。ほんまやな、お見送り会あるんや。うわ、楽しみやな、それは。じゃあもうなおさら来た方がいいやん、お見送り会あるなら。ね、もったいないよ。明日はすごいよ。すごいよとか言って楽しみ。体力はもうやばい、全然大丈夫じゃない。
そう、しかもあの日帰りなんです。やばいよね。名古屋観光できひん。うち観光もう多分泊まってもできひんやろうけど。弾丸です、日帰り名古屋。日帰り、せめてケータリングに名古屋飯で出してほしいな。名古屋もうライブのリハーサル始まる前はあの夢妄想はいっぱいしてましたよ。もう名古屋でツアーに行ったら、まあ、多分次の日さすがに休みやろうって、リハとかも、まあ、1日くらいは休んでちょっと観光して、さすがに日帰りはないやろって思ってたら、日帰りやし次の日なんかめっちゃ早い朝リハ。なかなか全然。でも確かにツアーはねもうめっちゃやってるねん、まあ、明日やからあれやけど、でも周年ライブとかがなかなかリハーサルとかできてないから、やらないとねダメなんですけど、もうなかなかのハードモードやなって思いました。逆にあの明日以外いやもうあの完璧じゃなさすぎて、1週間くらいあるけど、もう明日の準備しかできてなさすぎて不安です。周年終わって、もう次の日、早かった日にはもうもうちょっと爆発するかもしれん。次の日早かったら。羽田も全然、羽田が一番やわ。全部の公園の中で羽田が一番やばいわ。オリックス劇場はでもまだ余裕がある、私的にはね。なんでリハーサルギリギリなんですかってほんまにちょっと言って、みんな言って、なんでギリギリなんですか。
ぜなぜやな。七不思。でもセットリストがやっぱり今ね、全部のねこうなんか演出とかやっぱ考えるの大変だと思うけど、めっちゃ遅いんですよね。その2週間前でもまだセットリスト空白あったりする時もあるから、結構ねいつもそのセットリストを決めるのがギリギリかも。伝統なんか嫌な伝統やな。なんか1回でいいからあのめちゃめちゃもう余裕を持ってリハに参加してライブやりたい。やばたい。なんでなんだろうね。もう心身分かりません。楽勝じゃないよ。ギリギリでね、ダンスポジションも覚えないとダメだからね。今まででも一番大変やったのはでもやっぱり最初のライブかも。だってさ、今はさシングル曲とかはさ何回もやってるからさ絶対踊れるやん。踊れる曲が増えたからまだマシなんかもしれん。まあなんか新しいことに挑戦したり普段やらん曲やる時もあるけど、なんか新しくまた新たに覚えることってめっちゃ減った。もう最初はもうだってもう北県でも踊れへんかってんかもしんし北県もむずすぎるやろって思ってたもん。からその時よね、明日はそう今の9期生の子わかったんとかね、もう特に大変だと思います。本当に全部覚えな感覚しかない、全部初めて。明日は渚最高初披露ですからね。とか気取ってるとかルークスだけじゃなくて独特のセンスが誰とも比較できない。カフェでみんなで話しててもなんでそんなに面白い曲を言うの。
そう、なぎささいこう、君も道もなんだか胸がキュンとする、目と目が合って微笑まれてもどうか、なぎささいこう、呆然自失、好きだとしか言えないや、こんなに、あ、なんやけ、好きだとしか言えないよ、こんなに、あ、やばい、歌詞忘れた助けて、好きだとしか言えないよ、こんなに、やばい、こんなになんやこんなに、え、なんやっけ、なぎさ最高、呆然自失、好きだとしか言えないよ、何もできずに見とれてる僕なんだ、どうしてくれるや、何こんなにって、こんなには2番目や、なぎさバイバイでもやばい、なんか、なぎさバイバイ、突然すぎる、君はどこかへ行っちゃうのか、だけど僕は泣かないよ、ありがとう、なぎさバイバイ、切ないけれど思い出いっぱい残ってる、こんなに好きでずっといられたんだ、忘れないよ、こんなには2番目だ、めっちゃ良くない、2番の歌詞、ちょっと泣いちゃう、なぎさバイバイやで、出来事だった、君と出会ってから去ってゆくまで忘れはしない、宝物で手を振って笑いながら、君らしく Oh baby また会おう、なぎさ最高、みんなもう覚えてください、このダンスで一緒に踊ってほしいな、名古屋で、なんでみんな TikTok 撮ってるから見てください、シンシンも今日公演前に TikTok 上げますので見てください、それではランキング読めます、いきます、13位ロンドベルありがとうございます、12位トッシーありがとうございます、11位7848応援隊ありがとうございます、10位ユーユーありがとうございます、9位中島よっしーありがとうございます、8位だし巻き卵ありがとうございます、7位キノありがとうございます、6位ユーナちゃんありがとうございます、5位トモタンありがとうございます、4位トッちゃんありがとうございます、3位京都の親父ありがとうございます、2位カネピーありがとうございます、1位フト10位ありがとうございます、ありがとうございました、それでは公演頑張ってきますので応援しててください。